こんにちは。この花の寒月です。今日は3つのコツで大人の綺麗を作る浴衣の着方をご紹介いたします。はい、それでは早速3つのコツをご紹介してまいります。まず最初なんですけれども、土台作りですね。胸周りと浴衣を着た時に脇をすっきりさせるために、伊達紐か伊達締めでですね、こういう伊達締めで一回胸をギュッとではなくていいので、整えるイメージですね。巻いていただいて形を作ります。そして次なんですけれども、浴衣の襟をきれいに抜くためにですね、襟芯を通していきます。で、浴衣のこの襟の部分ですね、掛け襟をかかっているとこですね、襟がこうあったらここ上にかぶせてるところがあるんですけれども、これの内側ですね、だいたいミシンとか手で塗ってあるんですけれども、ちょっとここをほどいてあげて、ここに襟芯を通していきます。襟芯を通すことによって襟がきれいに抜けますので、よろしかったらこちらね、参考にしてみてください。はい、襟芯を通しましたら次ですね、襟をきれいに抜く、襟元を崩さないためなんですけれども、浴衣の背中心のところですね、だいたいご自分の手幅いっぱいのところに腰紐を安全ピンで留めてください。こういうふうに腰紐をつけてください。これが3つのコツになります。で、続きまして今から着てまいりますね。はい、それでは着てまいります。いつものように腕を通しましたら、背中心合わせていきますね。はい、端折りになる部分を託し上げていただいて、着物を着るときと一緒ですね。今度下前ですね。はい、かぶせて、この段階ではもう襟のことね、心配されなくていいです。いつものように着ていただいて、腰紐を結んでいきます。腰紐を前に持ってきましたら、蝶々結びで紐を絡げますね。はい、おはしごを作っていきます。襟をね、ちょっと軽めに合わせていただいて、はい、襟を整えていきます。はい、そうしましたら今度は襟を抜きますね。背中心を持っていただいて、鏡を見ながらご自分のお好みの襟の抜き加減を作ります。はい、そしてこの背中の紐をですね、前に持ってきます。紐を前で結んで絡げておきます。で、あとはシワを伸ばしていくだけですね。まずは背中のシワを全部集めていきますね。はい、こちらは全部集めて、ここをね、スキーしたいので縦に引っ張りますね。はい、これでね、ほぼほぼ完成なんですけれども、より襟元が崩れないように縦紐か縦締めで押さえていきます。紐を前に持ってきましたら、ちょんちょん結びして広い目の中に入れてしまいます。はい、ここね、脇をしっかり縦に引っ張って、胸元をきれいに作ります。はい、浴衣の着方はこちらで完成です。帯をつけましたら、浴衣でのお出かけを楽しんでください。
襟元が崩れずすっきりとした着姿になる着方です。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますのでチャンネル登録、温かいグッドマークどうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。